フリータイムとは、コンテナ輸送形態を取る貿易取引において、要項における、コンテナヤード等で荷主、または、入家人がコンテナを無料で借りておくことができる期間の、こと。港、国によっては、ディメレッジとディテンションを厳密に区別せず、本船到着後から空コンテナ返却までの期間を、総括して呼ぶ場合もある。コンテナ輸送の上げ地において、 コンテナヤードにフリータイムを超過して、コンテナを保管した場合に発生する、懲罰的保管料のこと。また要戦で、貨物輸送する際に、取り決めた積み上げの停泊日数を過ぎて、二役を行った際に支払う対戦料のことも言う。早期搬出を促すため、一定期間を過ぎると保管料が値上がりしていく。逆に早くコンテナを引き取った、早く要戦の二役を得た場合、送失量を、 船会社から受け取ることができる制度を設けているところもある。コンテナヤードからコンテナを引き取り、フリータイムの期間内に返却しなかった場合の課徴金、早期返却を促すため、一定期間を過ぎると値上がりしていく。ただし、港、国によっては、本船到着部からカウントし、空コンテナを返却するまでの期間を指す場合もある。 例えば、中国本土各港では、本船到着日からのカウントとなるが、香港ではコンテナを引き取ってから返却するまでを指す。積み地において、CY へのコンテナ搬入開始可能日よりも前に、コンテナを搬入すること。ありがとうございます。